どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さいウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはまさに今歌いたい曲いきます。どう春が来た。これ童謡のねやつですよ。これはもう日本人であればもうキッズからおじいちゃんおばあちゃんまで本当に歌える簡単ソング、入門コード3つ C と F と G7 でやりましょう。はい。童謡はですね、ウクレレデビューにもめちゃくちゃもってこいなんですよ。ゆっくり簡単コードで歌も覚えやすい。はい。ぜひウクレレ始めましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様でも本当にあっという間にできますよ、今日は。はい。超簡単バージョンゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。このかっこいいバージョンではですね、ちょっとね、思考を変えまして、1番、2番、3番までやるんですけれども、それぞれちょっとずつ弾き方を変えてね、ちょっとリズム練習の題材にもいいかなと思いまして、やってみようと思います。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までね、音楽やってみたかったけど、なかなかチャンスがなくてとか、私楽器一回チャレンジしたんだけど、挫折しちゃってとか、私不器用なんでできそうにないなという思ってる、そんな皆さんもですね、もうあっという間にウクレレを弾きながら歌う歌う弾き語りができるプログラムがこのガズレレにあるんですよ。このプログラムを見てるだけでもうね、あっという間にできるようになります。これ見ても今全世界中の方が何万人もガズレレ YouTube でね音楽始めてますよ。皆さんも始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先にジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらこのウクレレ触ってるだけで本当にすぐできます。YouTube ですから無料です。今すぐ始めましょう。ここからですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾ける、しかも楽しくどんどんできるというねレッスン動画をもうすでに1500曲以上もうアップロードしております。これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。今日みたいな童謡とか唱歌、もう懐かしい曲、もうみんなで歌える、キッズからおじいちゃんまで歌える曲、もうここにまとまってます。ぜひここも合わせてチェックしといてみてください。それではやっていきましょう。まずは初心者さん向け超ゆっくり簡単バージョンの春が来た。はい、やってみます。やってみました。もう懐かしいというか、まあこの季節の中でこういう歌を歌う、これはね楽しいですね。めちゃ簡単だったですよね。初心者の方も本当に今日始めた方でもなんとかできるんじゃないかなというような感じの C と F と G7、この入門コード3つで
ゆっくりやってみました。このスピードだったら結構ね、ほんとすぐできると思います。まず最初の目標としては、今やったシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube 動画と一緒に合わせて何回も何回もこうやってみてください。で、一緒にできるようになったらおめでとうございます。あのスピードでも初心者の人だと結構早いと思いますからね。素晴らしいと思います。はい、次のステップはですね、やっぱり自分一人で歌ってみるのがいいと思うんですよね。春の真っ只中に、こうなんか空とかさ、こう桜とかこう新緑を見ながらこう、春が来たって歌ってみる。これ歌詞も簡単でコードも簡単ですからすぐ覚えられちゃうと思うんですけど、やっぱ最初は楽譜がやっぱり必要でしょう。はい。じゃあ楽譜はどうしようかなと思うんですけど、はい、見てください。今、ガズはですね、この自分での書いたノートを見ながら今演奏しました。もう少ししたらこれをカメラに大写しにして、みんなもこんな風に書くといいんじゃないですかというふうにシェアするんですけど、今こちらのサービス始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の春が来たを含む、ガズが今までもう書いて書きまくって、もうすっごいストックがあります。もうあらゆるジャンルの曲のね、ノート楽譜から、皆さんが面白そうだな、やってみたいなと思う曲をダウンロードしてですね、すぐに練習できるよという、そういう画期的なサービスがあるんです。そしてですね、もうこのね、ガズクラブのメンバー、1000人オーバーでございます。ありがとうございます。もう大変多くの感じで楽しんでいただいておるんですけど、実はですね、これね、ガズクラブって楽譜のダウンロードだけじゃないんです。いろいろできることあるんですけど、ちょっと紹介しますけど、まずですね、ガズクラブに入ると、アプリ、専用アプリがあります。これでしょ、すごいでしょ。ガズクラブメンバーだけが使える、めちゃくちゃ便利なアプリがあって、そこでいろんな情報がこうシェアできるんですけど、まず、ガズクラブっていうのはね、毎月2回、全世界中から参加があるオンラインライブ配信イベント、略してガズオンやってます。月2回です。次回はこの日程になってるんですけど、これはもう毎回テーマを設けて、もう世界中で大合唱、めちゃくちゃ盛り上がります。はい。それとあとね、毎朝、365日毎朝朝7時から、私ガズがですね、ラジオ放送をしております。そのクラブ内だけの放送になってますから、これもね、もう相当濃厚ですよ。もうめちゃくちゃ役に立ついい話も盛りだくさんでございます。ガズクラブぜひね、チェックよろしくお願いしますね。あとそれとですね、ちょっと、これもやってるんですよ、今。ガズレレ大学。このガズレレ大学ってのは何かというと、ウクレレ、簡単ウクレレでやってるとね、もうちょっとここ、こんな風に上手くなりたいな、これどうなってんだろうって深めたい方、リズムを深めたり、もうちょっとこう安定的にね、弾くの、気持ちよく弾くにはどうしたんだろうっていう方がですね、いや、通う大学があるんですよ。これは YouTube メンバーシッププログラムというやつで、ここの、パソコンで見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていくパターンでございます。来週2回ですね、ライブ配信で、濃厚な、レッスンコンテンツをシェアしています。ライブなんで、皆さんのコメントをやり取りしながらだとか、毎回テーマを持ってますね。8ビートとか16ビートとか、チャとかカッティングとか、その都度毎回違ったりとか、あと、課題曲を用意してそこでみんなで取り組んだり、これもなかなか面白いです。で、この今ね、ガズレレ大学とガズクラブがあるんですけど、ガズクラブはみんなでこう、楽譜ダウンロードしてワイワイやろうぜっていう感じで、もうほんと街で、ガズレレ大学はやっぱ大学って書いてあるんで、ちょっとお勉強するスペースということで、これ2つ分かれております。詳細概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてください。そしたら楽譜の方を見ていきましょう。春が来た、はい、同様ですよ。コード3つです。嬉しいですね。はい、イントロはこの感じで入っていって、まあもう見てください、コードはもう簡単ですから、 C と F と G7、 本当嬉しいですね。でもね、初心者の方、この C から G7 というのはちょっとコツがいるんでね、この C から G7、 この流れをちょっとね、後で確認していきましょう。はい、これコード進行はこの2行がですね、ずっと繰り返されているだけでございます。はい、1番2番、簡単ですから、これはね、もう書いちゃって、もうすぐ覚えちゃいましょう。まあ、一時停止でこれ書いていただいて、まあ、一時停止するまでもないですけどね、動画のテロップを写してもらってもいいですし、ガズクラブでこの楽譜そのものをね、ダウンロードしていただくのもいいと思いますよ。はい。じゃあ今日はもうほんとシンプルで、さっと写していきますけどね。全部ひらがなです。はい。いい感じでございます。はい、じゃあ出てくるコード。C と F と G7。これはもう超絶入門コード。ウクレレ習ったその日に、マスターするコードでございます。ちょっと、今日はね、せっかくなのでこれ、ちょっとおさらいしておきましょう。C っていうのは、一番下の3番目の、ここですね。はい、指の順番は、1フレット、2フレット、3フレット、こんな風に担当にしてるんで、薬指がいいと思います。はい、C。はい、これはもう一番最初に覚えること。はい、次は F ですけど、F は2弦の1フレット、ここと、4弦の2フレット、ここをこんな風に押さえる。指立ててください。寝てるとね、指、下の弦に腹が当たっちゃうから、こう立てていきます。いい音ですね。はい。はい、次 G7 は、今度はここ。2弦の1フレットと、ここと、ここ、こういう風ですね。
こことこことここ、こんな風に押さえます。ちょっとこの角度をね、キュッと回転させてあげると、ここ、スペースができますんでね。F のまんまこうやろうとすると、ここ狭いから、これ角度つけてある。これくるっと回す。これ G7 ですね。G7。この3つなんですけど、C から G7 ちょっと初心者の方難しいかもしれない。C の後 G7 やるときに、慌てちゃう方多いんですけど、C 終わった後は、まずここ、2弦の1フレットに人差し指、まず置いて、ここを起点に、タンタンと追いかける感じがいいです。C を押さえたら、3ついっぺんに押さえようと思うとちょっと間に合わないかもしれないんで、こう順番付けを行います。はい、人差し指を最初に押さえて、バタバタっていう風に追いかけてくると、結構押さえやすいんじゃないかと。C から G7 の流れ。ここら辺が初心者の方、突っかかりやすいところなんで、要注意でございます。まあ、ゆっくりあればですね、次来るぞ来るぞって、ちょっと先を読みながら、C 弾いてるとき、次 G7 だったら、あ、次 G7 が来るなと思って、ちょっとここで待ってんですよ、事前にね。これがポイントになりますからね、初心者の方、ここ、注目しておいてください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。まあ、かっこいいバージョンというか、もう本当これで全てなんですけどね。4つ弾きでもう全開で歌う。で、これは本当春が来たってもうこれでもう本当に 100% だと思うんですけど、まあ、今回はちょっとリズム練習を兼ねて、まあ、かっこいいバージョンというよりは、それぞれ今1番と2番、3番でちょっとずつ弾き方を変えていこうかなと思います。どんな弾き方にしようかというと、こんな感じ。ドン、アルペジオと8ビートと8ビートのチャ、この順番で1番、2番、3番みたいな感じでいこうと思います。この3つの弾き方、一応、解説している動画があります。ここにリンク貼っておきます。このリンク先は何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオ8ビート、8ビートのチャ、それぞれのリズムの濃厚解説レッスン動画が今すでにアップロードされております。ちょっとね、4つ弾きで弾けるようになったら、いろんなリズムに挑戦してみてください。今日は参考までに、この3つのリズムで奏でていきたいと思います。最初のアルペジオっていうのはこういうやつです。これがね、結構いいんですよ。しんみりくる。アルペジオってこう、分散ワンというと、こう、つまびくタイプのリズムですね。で、2番は8ビートです。じゃん、じゃじゃじゃん、じゃん、じゃん、じゃじゃん、じゃん。その動画内で言ってますけども、3拍目にこう、膝をトントン叩いてリズムをキープするというのでありますね。で、次の続きましては、3番は8ビートのチャというリズムなんですけど、これがかっこいいんですよ。ダン、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 チャ、ス、チャ、この、このチャが入ると打楽器の要素が加わってですね、こう演奏がこうピシッと締まりますんで、この1番、2番、3番で弾き方を変えて、こんな風にね、あのリズムの感じが変わるんだなということもちょっと、聞いたり、自分で体験して感じてもらえたらいいかなという風に思います。まあ、そう焦らずにね、もう4つ弾きでもさっきも言ったんですけど十分なんですけど、アルペジオが言ったりでいいなと思ったら全部ね、1番から3番までアルペジオやってみたりするのもいいし、例えばもっといろんなリズム練習、16ビートだったとか、いろんなレトロビートだとか、練習用としてこのシンプルな曲を選ぶというのもいいと思います。ちょっと弾ける人はいろんなリズムでね、試してみていただくのもすごく面白いかなというふうに思います。まあこの曲はそんなね、あのこうテクニカルとかそういうものはもう全然関係ない、本当に魂と心とこう安らぎの世界なんで、まあ、4つ弾きでまあ心を込めて歌うっていうのはまあ中心に置いといて、いただいた方がいいかもしれません。はい、そういうことで後半のかっこいいバージョンは、リズムトレーニングという要素も含めつつ、いろんなリズムで変えていくとこんな風に表現が変わるんだなというデモ演奏も含まれたバージョンでやってみようと思います。春が来た、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。ダーラン、ダ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 ン。春が来た、春が来た、どこYeah.
が来た、ガズレレ流かっこいいバージョン、いろんなリズムバージョンやってみました。なんかね、最初アルペジオの時はね、こう、すごくしっとりおしとやかな感じだけど、8ビートでちょっとノリが出てきて、8ビートの下だともうほんと元気いっぱいみたいに、演奏のこのやり方を変えるだけでね、この表現が変わるっていうのもよくわかったと思います。僕も最後の8ビートがちょっとノリノリになっちゃうんですね。はい。こんなのがまた音楽やる上で楽しいことなんですよ。自分でこうリズムを生み出す、表現をこう変えていくっていうのも、次のちょっといろんな引き出しがね、あるとまた楽しくなると思いますので、いろんな形で音楽挑戦していきましょう。はい。それではちょっとご案内です。これ、ガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったって、これも新発売です。これガズレシピ。この辺のこと、ここにリンク貼っときます。ガズレレ。あと、ウクレレのこととかも大体ここのページに載ってますんでね、ぜひ見ておいてください。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットーミュージック社から出てる、この赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これも予約受付中。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきて、ね、暖かくなって、外行って公園とかでね、聴くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。